新藤辰巳のゴミラジオ。はい、ってやんで新藤辰巳のゴミラジオ始まりました。イエイとね、今回はですね、まあこれはねマニアックな話ですよ。ザ・ W ね、女芸人ナンバーワン決定戦ザ・ W 今開催しておりますけど、まあ現在は2019年、それと M1 グランプリ2019やっております。これ違いは何かっていうところの議論なんですけども、まあね、僕はね M1 グランプリも時々見に行ったりするんですよ、1回戦。で、ザ・ W はもちろん1回戦は大阪、東京、全部の日にち見に行きました。で、まあ M1 グランプリの過去ね、過去ずっとやってましたのでね、言っても15回ぐらいやってますか、もっとやってますか。なので、こう、見てる年月も長いので、ね、予選などもね、その違いっていうのを皆さん気づいているのかなって。まあ、漠然としてのはね、おっさんが多いとか、お客さんに。M1 はそういう人があまりいないとか、そういうのもあるんでしょうけど。それとは同時に、その、ザ・ W はちょっと下に見られがちなので、まあよくネットでね、つまらないとか、よく書かれております。で、やっぱりその、競争率がやっぱり他の賞レースに比べて低いですから、女性しか出れてないのって。それはもちろんね、100人いるより200人いた方が面白い人は生まれやすいですから、そういう意味で言ったら、ザ・ W の方がつまらないって言われる、まあ、理屈もわかると。ただ、これで演者としてね、すごく引っかかってる人もいるんじゃないですかね。私、M1 グランプリ1回戦受かったのに、ザ・ W 同じネタやったのに1回戦受からなかったと。ここですね。これの、さっきのさ、理屈で言ったら、ザ・ W の1回戦受かって M1 グランプリは受からなかった。なら、まあわかるじゃない。その基準として M1 の方が上にあるという理屈で言うのならばね、競争率も激しいから。ただその競争率の激しい M1 グランプリは受けて受かったのに、ザ・ W は同じネタやってんのに、そっちより M1 より受けずに終わってしまってるグループなどもいます。これじゃなんでなのかっていうところが今回の議題でございますね。これはね、単純にもちろん、ベタなところで、おじさんのお客さんが、ザ・ W が多い。もちろんそうなんですよ。おじさんばっかで、だいたい、まあ、東京公演なんかになると、まあ、2時間、3時間、半分過ぎたぐらいで、女性が増えてくるんですよ。じわ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 と。で、最初、男性客が3分の1が埋まってたのが、まあまあ、半分以上埋まった時に半分ぐらいも女性になってたりするんですよ。でもこれは、M1 グランプリの理屈と一緒で、その日の演者さんとか、次の日出る演者さんが見に来て座ってる。ザ・ W なので、必然的に女性になりますよね。だから女性が増えるっていう理屈が割と多いので、別にお客さんじゃないんですよね。で、割とその、お客さん、その、ザ・ W のお客、客席の状態って、おじさんと演者の女の人なわけですよ。演者の女の人って割とお笑いファンに近い視点を持って、もともと男芸人の追っかけの人がなるパターンとかもよくあるので、その普通の女のお客さんの視点に非常に近い現象を持っているのが女芸人さんの若手の人は多いです。もちろんプロになったらもちろん見え方も角度もちょっと鋭くなってたり期待するのにですけども、もちろん一回戦なので新人の方、もちろんアイドルの方、そういういろいろありますけど、だから一般の女性にすごい近いんですよね。だったら、ですけど、まあ演者さんと。で、まあ、笑い声の大多数を占めるのがこのおじさんのお客さん。じゃあこのおじさんのお客さんはどういうお客さんとか。お笑いファンじゃないんですよね。女芸人が、の推しの人がいたら見に行く。推しファンなんですよね。だから相対的なお笑いファンっていうのは、例えば僕とか結構少ないと思うんですよ。で、こういう人の笑いのツボってどういうところなのっていう。その理解しやすい笑いのポイント、ボケポイントとかの提示があったら、一応空気読んで笑う人もいます。だから精密にネタ自体を作り込んでいかなくても、
あ、ここで笑えばいいんだとか、笑いやすいキャラクターだとか、この子がこんな感じのこと言ってくれたら笑いたいっていうおじさん持ってるパターンがありますので、その提示さえあれば笑ってくれるパターン、爆笑取れるパターンがあります。だから言い方変えると、そこまでネタをブラッシュアップしなくても、その状況を判断さえできていれば、ある程度笑いを取ることはできるはずなんですね。ただ M1 グランプリなどになると、緻密なネタの構図、新しいお笑いの演出、孤高なる漫才みたいなものを求めることが多いので、結構繊細な、あそこでそこうまくボケたなみたいなのは受けるのですよ。ただザ・ W のおじさんのお客さんは繊細さはないんですよ。細かいボケの演出などは気づけないんですよ。だから緻密に普通にお笑いライブでネタをブラッシュアップしてザ・ W でかけた時にソース感受ける時あります。それはその敵対心を、あ、ちょっとチャイム鳴っちゃったけど、まあ気にしないでください。敵対心を持ってるわけではなく、情報提示として分かりづらかったっていうのが正確なところなのかなっていうのがありますね。分かったかな。単純に客、お客さんの質がちょっと違う。で、まあ女芸人さんが多く座ってる、お客さんとして多く座ってたら、もちろんその M1 に近い空間になることはありますけど、もちろんその人たちは演者なので、見たいところだけ見て帰っちゃったりとか、もちろん見なかったりとか、知り合いだけ見たりとかいう変、なんだろうね、変則的というか変色ですよね。特殊な見方はしたりとかしますね。で、じゃあそこでだから結構なんか悔しい思いした人は今回いたかなって気がするんですよね。 M1 グランプリではネタを受けてんのに、 ザ・ W ではそこまでいかなかった、むしろ受けていたのに通らなかった。その時の会場の説得力、お客さんの受け方のリアクションが、合格させたいところに基準が達してなかったように見えたんですよね、そういう人たちって。だからもう完全に客層が違うので、結構普段女芸人が嫌いな女芸人さんっているんですよ。普通のライブばっかり出ちゃってる人、そういう人はもちろん腕のある人だったら大丈夫なパターンもありますが、その情報提示の仕方にあまり気づけてないと、ただいいネタをやってしまうとおじさんのお客さんついてこないパターンはあります。ただおじさんは気づけてないだけだって、笑わないようにしてるわけじゃない、基本笑いたいんですよ。この M1 だとどこで笑わせてくれんのかじゃだと思うんですよね、お客さんは。ザ・ W は笑いたいなんですね、どっちかって言ったら。だから空気自体は決して重くないんですよ。だからそこの笑いたいおじさんたちへどうやって笑わすか、 M1 だったらどう笑わせてくれんのかなっていうところで、どう驚きとかどういう変化球で笑わせにかかるのか、ここの違いがザ・ W M1 グランプリにのお客さんの明確に違うところはあるかもしれないですね。で、M1 グランプリになると、演者さんは男なんておじさんファンじゃなくて尖った男芸人になるので、予選は結構難航して結構重い感じになりやすいんですよね。俺が一番面白いんだよって思って見に来てる人が多いから。でもそういう人たちもどっかミーハーな気持ちがあるから、結構有名な人では笑ってしまうんですね。過去結構ちゃんと見てたネタの人の芸人、好きな芸人が出てきたらちゃんと笑っちゃうんですよ。だから意外と尖ってる芸人さん、始めた芸人さんでも M1 グランプリに見に来てる芸人のお客さんは意外と知名度に弱かったりするパターンはあります、っていうのが僕の認識です。まあこれを信じるか信じないかはあなた次第ということで、以上進藤匠のゴミラジオでした。せーの、チャンネル登録よろしくお願いします。